ただよび古文、東大対策。この時間は僕、浅倉司がお送りいたします。はい。では今回の問題確認しましょう。はい。第3項です。第3項の問題は2題です。現代語訳の問題と、必要な言葉を補って現代語訳という、まあ、同じ現代語訳でも問題の性質が違います。テキストは概要欄からリンク飛べるようになっているので、ぜひ確認して、えー、ください。 これ、こっちの方が様々な内容を書くのかなって思うようですが、あテキスト見ていただくと回答欄の大きさは同じなんだよね。で、東京大学は他の大学とは違って回答欄が非常に、えー、コンパクトであることと。あただ、その中でも大体30字前後を求めなければいけないっていう風になったときに、 こっちの現代語訳が30字になるのと、こっち必要な言葉を補った状態で30字っていうのはね、どういうことなんだろうって思うけど、まあここパッと見た時にね、さまでの音沙汰ってなってますので、えー、ここにさという指示語がいるからね、えー、きっとこの指示対象を明らかにするっていうのがここのポイントなんだなってことはね、えー、パッと見でわかるかなと思います。はい、ではそれぞれの問題解いていきましょう。 はい。では、リード文の確認です。次の文章は、堀川院シャーペン資格です。登場人物出てきた時、シャーペン資格で言って、このような場所を取ります。えー、その堀川院という人をめぐる2つの説話ですと。ただ、実際今日はですね、文章2つあったうちの1つを抜粋、えー、引用者中という形で、えー、持ってきていますので、まあ、2つではなくて、1つの方をね、読みます。ただ、しかもその1つも、さらに僕の方で切ってきてしまったので、まあ 実際ね、気になる人は、今日の問題は、あ2007年の東大の問題ですので、え興味ある方は、この、今日のね、え内容の続きはあ、ぜひ自分で手に入れてやってもらいたいなと思います。はい。では、見ていきましょう。堀川院という人は、松大の剣王なり。 松代っていうのは、ま世なんて言ったりもするんだけれども、まあ、いわゆる仏法ね、思想をこう勉強したことある人はね、末法思想なんていうので、えー、こう聞いたことあるかもしれませんが、いわゆるこう道理とかが廃れてしまったね、えー、そういう平安時代の最後の方のことを指します。えー、堀川院っていうのは、松代、まっ、あ、世の剣王なり、賢いね、賢明な王でしたと。 で、中でも、天下の雑務をことに、えー、っていう風になってて、実際はですね、このあたりもね、えー、説明の問題とかに絡んでいたんですが、まあ、非常にその、お気持ちを入れて、どんなことでもやっていたっていうことです。えー、雑務を特別ことにですから、ことさら、ね、えー、行為。気持ちを入れたあ状態で行っていたということです。天下っていうのは世の中ってやつよね。それについてはこの講座。 ね。え、実は漢文の講座の方でも出ていたかと思いますのでえ、天下ってのは世の中って意味です。で、その後、四辞これが人なんですね。シャーペン四角。せっかくですね。中、確認しましょう。はい。今日、堀川院も実は中になってました。堀川天皇です。まあ、1079年から1107年ぐらいまで活躍した人だということですよね。え、白川天皇の王子。 そして、この式辞というのは、クロードという役職です。えー、天皇のところにね、えー、お使いしている人で、政務に関わるような、あそういった雑務、雑事ですね、えー、を務めるような人です。まあ、これ、クロード。読み大事だよね。クロード。あーですので、まあ、このね、クロードという存在もよく古文では見ますので、ぜひ知っておいてください。はい。ですので、今回はですね、その、 松代、松瀬の堀川院がですね、まあ非常に自分でね、様々なことをこう、気持ちを入れて行うような人だったということです。で、そのクロードのそうしたる申し踏みを皆召し取りて、えー、そのクロードが、 ソースですから、帝に申し上げるねえ。帝に申し上げた、そんな申し文をすべて取り寄せてですね、そして夜にですね、え文細かにご覧になって、ところどころにハサミ絵紙をして、えー、このこと尋ねべし、このことを重ねて問うべし、などと、王の手塚ら自分自身で書きつけて、次の日、その式地にお渡しになってましたって話のようです。 つまり自分で様々なことをね、仕事していたそんな王様だってことが分かればいいんだよね。ちなみにここにふみという,う古文単語が出てるけど、今日これお手紙って読んじゃダメだよね。はい。まあ、東京大学を受ける人であればね、そういうミスはしないとは思うんですが、一応確認ね。ふ、え、み、ー、っていうのはお手紙だけではないよね。あくまでも文字が書かれたもの。 単語の説明するとき矢印書いたら単語のイメージだと思ってください。文というのは文字が書かれたものの総称になります。あだから皆さんが目にする機会が多いのは文字で書かれた手紙。だから手紙って訳すよねっていうふうになるのはわかるんだけど、他にも文字で書かれたものはたくさんある。例えば、漢視文字で書かれてるでしょね和歌だって文字で書かれてる。本だって書かれてる。そして、 今回の場合で言えば、このクロードさんが申し上げた申し文を集めてっていうふうに言ってるわけだから、要は申し文のことだ。つまり書類ぐらいでいいんじゃないこのホリカワインはしっかり夜にですね、寝ることなく書類を細かく自分でご覧になって、所々にハサミ紙。ハサミ紙だから紙を挟んでるってことだから今で言う不箋みたいなまでね。不箋をして、このこと尋ねべし。 そして、このこと重ねて問うべしなんていうふうに自分でしっかり書いてね。そして式辞にこれをお渡しになってたってことがわかるわけです。ちょっと今日はこんな説明しておきましょうか。ここにそれぞれべしっていう助動詞がいるけど、べしっていう助動詞ってどういう助動詞ああ、これね、あやっぱ東京大学を目指す人っていうのはもう少し発想を変えなければいけないことがあったりするね。例えば、これ高校1年生くらいの授業であれば、 べしっていう助動詞には意味がいくつかあって、推量、意思、可能、当然、命令、適当。場合によっては義務があったり予定があったり、たくさん意味があるんだよ、なんていう風なね、話をして、あまり僕は好きじゃないんだけど、頭文字取って、すいか止めてぎよ、なんてね。 説明することもあるんだけれども、あの、まあまあ、それはそれでね、一つの覚え方として悪くはないんだけども、じゃあ、いちいちこれが水量なのか、インなのかな、可能、当然、命令、適当、義務、予定、どれなのっていうふうにやってるのはね、あまり得策ではないからね。なので、べしについてはですね、何か意味を考えなければいけない場合であれば、しっかりね、考える。つまり、防線引っ張って意味なんですかって言われたら、その判定方法はあるんだけど、そうじゃない場合のべしについては、 当然確実に何々するのようなそういった意味合いの言葉だと思って読むことをお勧めします。だから今回のやつで言うとこのことを当然尋ねべし。このことを重ねて当然問うべしっていうふうに言ってるんだなぐらいの感覚で読めばいい。で、それが後々何か意味を確定しなければいけなかった時にじゃあ今回の当然するってこの気分はどの気分なの例えば和で。 古文を勉強すべしって言ってたら、僕は古文を当然勉強するんだだから意思がいいとかね。雨降るべし、雨が当然確実に降るんだって言うんだったら水量がいいとかね。ライブ授業だと、僕必ず言うようにしてるんだけど、べしって英語で言うところの B2 公文に近いんだよなんてことを言ったりするよ。 皆さんは英語で B2 公文なんて出会った時にはどういうふうに考えてるこれもいろいろな覚え方あるいは習い方あるよね。何々することになっているっていうふうに考えてみようっていう場合もあれば。ね。あるいは寺島先生はこういうのね、確かこの講座ですか 初めてですね。手始め先生の講座ここに出してもらうのは。ね。えー、B2 構文の攻略の仕方とかっていうのを説明しているかと思いますので、まあ様々な先生に習った B2 をね、えー、使ってくれればいいんだけれども。まあその B2 に近いのがべしだというふうに思ってくれるとね、なんかべーって言う。だからね、なんかね、似てる。<laughs> 似てない,た,いなたまたまね。ね、えー。っていうようなイメージを持ってくださいねっていうとね、えー、少し。 また発想が変わるかなって形です。まあ、東大受ける人はそれぐらいね、こう、頭の中、いろんな観点からね、巡れるようにした方がいいかなと思います。え、なので、まあ、なんか B2 的に使ってるんだってことが分かればいい。で、その後、一辺細かに聞こしめすことだに、ありがたきにとなっていて、え、今日はこの部分を訳しなさいというふうになってるわけだよね。え、当然、まず、注目なのは、ここにダニという言葉がいることが一つ目。 そして、上に聞こしメスという敬語がいること。で、さらに後ろにありがたきという形容詞がいるのと、ここに接続助詞の2が見えちゃったという点が大事な点でしょうか。どこから行きましょうか。まあ、まずこの場所でできることから行きますか。まず、このダニという言葉については、この誤差。 僕の方でね、ダニという言葉には、類推の用法というものがあるという話をしてました。まあ、漢文受験で使う人は、漢文の場合は、この講座。欲用 <noise> の句法と一緒だったよね。A すらかつ B、言わんや C、おやーの形で出るパターン。古文で言うのであれば、A、ダニ、B で、A でさえ B なんだ。そして後ろに、ましてや C はなおさら B なんだという骨格を作るっていうのが大事な点だった。 すると、今回の場合で言うと、きっと、この、一辺細かに聞こしめすことっていうのが、ダニの上なので A に当たりえ。そして、ダニの下のありがたしの部分が B になってるってことが、まず見えるわけだよね。ね。で、すると、後ろに普通はましてって言葉、もしくは言わんやって言葉、振ることあるんだけど、 ね、先ほど紹介した講座の中でも、省略されちゃうなんて言っていたので、まあきっと今日も省略が起きたんだろうっていうふうに考えるしかない。で、それを考えていくと、少しずつ A と B の関係と後ろの文との兼ね合いが見えてくるはず。並びに次、ここに聞こしメスって単語がいるから、聞こしメスは番書で確認しようか。はい、確認しましょう。まあ聞こしメスでもいいんだけど、まず、 古文単語の中で、〜何々メスで終わる系の単語っていうのは、一律尊敬語になります。で、何が例えばいるのかっていうと、聞こしメス、おぼしメス、しろしメス。まあ、当然、メス単体もそうでしょなので、今回の聞こしメスはどうなりますかっていうと、どうも聞くっていう動詞にメスがくっついてるようなイメージだよね。それでいいんだよ。 聞こしメスっていうのは聞くって動詞にメスがくっついてる感じだなって思えば、ああ、なんだ聞くの尊敬語か。お聞きになるって訳せばいいんだなっていうふうに考えればいいでしょ。だから今回のもので言えば、ああ一辺細かにお聞きになることでさえとかって訳せばいいってことがわかるよね。で、今日の後ろにありがたきっていう単語がいたけど、いや、ありがたしはこれも攻略しやすいよね。だって、ありという動詞に、 がたしがついてるんでしょねえ。動詞にがたしがついてるってことは、この講座。ね。基本は何々することができない。何々することが難しいの方向性だから、だから、ありがたしって単語の、まず根本にあるのは、存在することができない。存在することが難しいってことだよね。だから、 生きることができないって訳したり、あとは、なかなか存在しないっていう意味になるから、レアなもの。つまり、滅多にないとか。そして、その滅多にないってところから、素晴らしいなんて訳し方にもなったりするよね。いいねえ。ですので、今回のこのありがたしっていうのは、まあ何かこう存在することが難しいような、滅多にないであったり、素晴らしいの方向性なんだなってことが分かれば、まずどこに訳をね、えー、帰着させればいいのかってことがポイントになる。 だけどね、もう一つ皆さんは直訳出す上で嫌なところあったでしょうどこが嫌かって言うと、ここ少し嫌じゃなかったなんだこれ何この一辺っ,って細かには分かったよ。なんか細かくお聞きになるだよねって。 で、ことでさえってなって、まあ、ありがたしはまあ、素晴らしいとか、滅多にないとか、どれかの方向性だし、で、ここの2っていうのは、ね、接続助詞だからね、接続助詞の2は、純接になるのか、逆接になるのかってことを決めなきゃいけないって話なんだけど、今この状態では決められないから、この講座。で、言っていた、接続助詞は、上が条件、下が結果の関係性になるってことを使ってしまえば、 まあ、まず結果との整合性から考えればいいんだなって話だから、これは後回しでしょ。それはいいんだけど、ここでしょ、やっぱり。まさかとはいないと思うけど、ね。一辺っ,っていう人いるよね。日本史上験の人。まさか急にそんな人ここに登場させないよね。一辺んさんは細かくお聞きになってて、なんでどうして急にこう一辺んさん出てくるの第一一一辺さんって鎌倉の人じゃなかった、確か。 <laughs> ねえ、平安時代にいるわけないもんね。だからおかしいじゃない。だからここが何なのって考えなければいけないんだよ。え直訳出したいのに出せないって。ね。で、直訳出したいのに出せないってことは、やっぱり何か探らなければいけないことがいくつかあるみたい。で、その探り方を皆さんが考えたかどうかが大事なの。でもね、今我々はもうヒント2つもらってんだよ。1つ目。 ここに接続助詞がいるってことは、結果との整合性を見ないと、そもそも上の内容って確定ができないこと。そして、二つ目。ここにダニがいて、類推構造になるのであれば、A でさえ B なんだ、まして C はなおさら B なんだの類推関係が発生するはずだという、その予測を立てること。すると、 じゃあ、いずれにしても、後ろの文との関係性を見ていかなきゃまずいんだなってことがわかる。じゃあ、後ろの文との関係性を見ていくってなったときに、さあ、どうなった重ねてご覧じて、3までの音沙汰ありんっていう風になってるんだけれども、次、ここ。さて、これは何系でしょうかこれは実際は過去推量の助動詞のけむだけどね。ね古文では、うんの音は無に。 えー、無の音は無に変換できるからね。何系うん。あの、無で終わる系の助動詞。無、ケム、ラム。この三つは、上から丸、〇〇、ムームメーっていう活用するよね。で、〇〇、ムムメーっていうその活用がちゃんと頭に入っているのであれば、何かおかしいってことに気づけるはずなのよ。え、何が点の上って普通連用系。 連用形はないの。おかしいじゃない。点の上は連用形でしょ連用形が来るはずなのに連用形がないってことは、じゃあ、どっちなのだよね。えー、先生、そんなのわかんない。終始形なのか連帯形なのか、これどっちなのって言われた時にさ、あここで使うのがこの講座。うん。それは、遠いった場合っていうのは、終始形になることはほとんどなく。 よいしょ。原則、連帯形になるのが定番です。で、それはなんで言えるんですかっていうと、いや、ここで先ほどの講座見てくれれば、下に名詞がないのに連帯形出てくると、ある働きを持つっていうのを学んでいるから。下に名詞がないのに連帯形出てきたときは、そこが名詞終わりの合図を示す、順対法と呼ばれる、 用法があった。すなわちここは名詞の終わりになっている。名詞の終わりが来てるってことは絶対名詞のスタートがいる。どこを今日スタートに取りたいのって言われた時に、スタートは今日はここにしたい。え、なんで先生そんなすぐにここがスタートってわかるのえ、それはね、後ろに意図やんごとなきことなりってなってて、とってもやんごとなき。 こうね、高貴なこと、素晴らしいようなことですっていう風に言ってるから、ここに術語がいるので、術語の前の名詞の塊は主語にしたいから。つまりここは主語として登場してるってことが骨格上わかる。ね。で、そうすると、次美味しいことがいっぱい出てくるんだね。一つ目。何でしょう ペン細かに聞こしめすことでさえありがたいに、ね、ありがたきに、そして、重ねてごらんじてさあまでの音差とありけんってなった場合、ここが A でさえ B なんだから、まして C はなおさらの C だっていう風に決めることができる。でそうすると、先ほどねえ、紹介したこの講座でも、 A と C は原則対比の構造になるっていう話をしてた。するとね、ここに重ねてって言葉がある。そしたら、ここにいる一辺と対応するのであれば、重ねてご覧になったってことは何度も見たってことだよね。何度も見たの対比の言葉になってるってことがわかる。何度も何度もご覧になったの対比は ま、対比っていう言葉が綺麗かどうかわかんないけどね。何度も見たの反対になりそうな一辺はって言ったら、一度になるはず。で、綺麗なんだよ。こっちは聞こしめすという聞くという動詞。こっちはご覧になるという動詞になって対応しているので、なるほど。一度細かく聞くことでさえありがたいのに、 ましてや重ねて何度もご覧になってさあまでの音沙汰があるんだって話になってるってことが次わかる。いいそうすると次何がわかるのって言ったら次これができる。古文では同じような表現、似たような表現は繋ぐことで意味が確定できた。この部分のご覧じてはアスタリスク。だって今日ご覧になったのはここだってことがわかってる。何ができるんですかっていうとこれによって主語や意味が一致するから これ、誰が何ご覧になってた話なのって戻った時に、ああ、堀川院が、式辞が持ってきたような申し文を、夜に細かく細かく見ていたって話なんだなってことが、ここに表現されてるってことがわかれば、じゃあ、一度は細かく細かく聞くことだって、ね。めったにないのに、彼は、 何度も何度もご覧になったって話になるってことがわかるから、ここが一辺と重ねてで対比になることを利用して、そして同一類似で、堀川院の話がここにスライドしてきてるってことを使えば、この2は逆説で訳した方が綺麗だってことも見えてくる。いいね。で、さらにも多いね、今日は。 防線部 E の意味を次考えていくって話になるんだけど、さすがにちょっと今日は長すぎ。なので、ここまでを前編としまして、防線部 E につなげる形で後編の話をしていきたいと思います。ですので、まあ、位は、あに関してはですね、もうすぐに入っていくって形になりますので、ぜひ、えー、この前編の内容をね、つなげてみてほしいと思います。じゃあ今日はこの辺で。 本日の授業はいかがだったでしょうか復習はその日に1回、1週間後に1回、1ヶ月後に1回、最低3回はやって、必ず自分の身になるように復習してください。授業が良かった場合は高評価、さらにチャンネル登録もお願いします。